皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは 120% の自分を目指そうというお話をしたいと思います。120% の自分というのは背伸びをするという意味ではありません。あしからず120% っていうのは例えば私今日のお話っていうのは法人の方ですね、企業さんとお仕事させていただいて、そこでのやり取り対応で私に言われた言葉なんですけれども、それを引用してお伝えするんですけどね、私は法人であろうと個人であろうと、自分が考えうる最良の策、その人にとって一番いいだろうと思う策を、考えて、そしてアドバイスをするわけですよ。でその時には例えば時間をものすごいオーバーしたりとか、そこまでやってあげなくてもいいんじゃないっていう領域までやると、採算度外視レベルになってくるので、私の作業効率はとても悪いです。だけれども私は 100% っていうのは向こうも想像してるから、そこをやってくれればまず OK っていうのが 100% になるんですけれども、100% のレベルだとですね、満足度はそんなに高くないんですよね。やってくれてありがとうぐらいです。だからやっぱ最低120は目指していきたい。120を目指して常に仕事のクオリティをそこに整えていくと、相手の方にはものすごく感謝されます。で、今回3ヶ月かけてご一緒させていただいている法人の方から今日たまたま言われた言葉なんですけどね、とにかく私が提出する書類っていうのはもうその先方にとって、想定外、いい意味での想定外ですね。あ、ここまでやってくれるんだ、ここまでやってくれるんだっていう連続だったそうです。で、そうするとそういうふうに対応してくれる私から、対応するその真摯な姿勢とか情熱とか熱情っていうものを感じて、自分たちもとても勉強になったし、だからこそ高橋さんはそういうふうに本を書いても支持をされるし、そういう人たちの気持ちに立って考えられる人だから人気だし、いっぱいの人に囲まれてるんですねっていうふうに言われたんです。だから私にとっては人気か人気でないかっていうのは、もちろん嫌われるよりは好かれた方がいいんですけれども、そこを目指してるわけではなくて、どれだけその人の人生に影響を与えることができて、どれだけその人が幸せになるかっていう、人数を増やすことと、あと深さですね。浅く付き合うとそこまでじゃない、もうちょっと深く対応付き合ってあげると、そこの深掘りした部分での幸せ感を感じてもらえるっていうことなんで、サプライズ考えるのも好きなんですけど、やっぱり想定外にやられたとかね思うくらいの仕事をしたいと思っているので、100% じゃないですね。 120% 全力投球です。これは情熱がないとできないので、私は職業選択の基準っていうのは好きなことしかやらないって決めてるので、嫌いなことだと全然情熱注げないです。ちなみに私はルーティーンが嫌いなので、例えば伝票仕分けとか、こうめくりながら入力していくとか、ああいうのはダメです。退屈で死んでしまう。もちろん適材適所があるんで、向いてる方はすごくそれを楽しいと思ってやるのであれば、それはその方にやっぱお任せしたいっていうところはねありますよね。だからその適材適所的な自分の長所を生かしてっていうものもねありますし、とにかく楽しい仕事じゃないとしないっていうのを決めてやっているので、だから情熱が注げます。楽しいっていうことは、人と触れ合うことで楽しさとか、いろいろあったりもするんですけれども、情熱を傾けるためには大前提の根本にそれがないといけないので、好きなことは仕事にしない方がいいっていう言葉ももちろんあるんですけれども、私は好きなことの方が仕事にした方がいいと思ってるんです。でないとちょっとした困難でやめたくなっちゃうから、好きじゃないことをやってるとって思うんですよ。好きなことだったらなんとか乗り越えるために頑張ろうってきっと思うじゃないのかなっていうふうに思ってるんですね。だから好きなことを仕事にして、頑張っていくっていう、そういう姿勢でやっていくと情熱を注いで
仕事はできていくから 120% の提案どうしよう、どうやってワクワクしてもらおう、楽しんでもらおうっていうのをいつも考えていると、法人様個人も含めてですけど非常に喜ばれます。喜ばれると結果またお願いしたくなるっていう、このまたっていうのが必要になってくるんですね。だからまたっていう風な機会を作るのは普段の自分の向かい合う姿勢だと思っていただいて、単発で単なる企業の仕事を取りに行くんじゃなくて、一回何かのご縁でつながったらそこでもう 120% 150% の力を出してパフォーマンスによって信頼してもらうっていう、それが多分一番の部屋道なんじゃないのかなと思いますので、企業さんとお仕事したい方はそのあたりをよく考えてみて、一つ一つの仕事を細かく丁寧にやられることをお勧めします。それでは。